皆さんこんにちは、りょうたです。さあ今日もりょうたのネタ帳をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは私が大好きなガジェットを紹介したり、イベントやショーの裏話、そして新しいリアルマジックなんかを紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回は鏡の中の真実ということで、私たちが生活しているこの現実と鏡の中の世界で実は違っている部分があるという不思議な現象の話です。もちろん鏡の中は全てこう逆になっているということはもうご存知のことだと思いますけれども、その常識をねじ曲げるようなことが錯覚で表現できるということが可能なんです。この動画の最後にはその錯覚とリアルマジックを組み合わせた初出し映像をご覧いただきますので、ぜひ最後までご覧ください。では最初に錯覚の中でも特に立体錯覚というものについてお話ししたいと思います。まずはこちらの映像をご覧ください。さあここに矢印があります。矢印は右を向いています。回転させてみましょう。するとなぜか右を向いています。半回転させてるのになぜか右を向いています。不思議ですね。ではこの奥に鏡を置いてみましょう。鏡の向こうの矢印は反対を向いています。これは間違いなく鏡です。私の手が映ってますね。回転させるとやはり矢印の向きは反対になります。もう一度、やはり反対を向いています。不思議な矢印です。いかがだったでしょうか。ものすごく不思議な映像でしたね。さあこれは変身立体と言われているもので、東京大学名誉教授、そして明治大学教授の杉原浩一先生が研究なさっている分野です。初めてこれを見た時は本当に衝撃を受けました。そしてこう実物を実際見るまでは本当に信じられませんでした。きっと皆さんもどうなっているか気になると思いますので、今日は特別にお見せしたいと思います。こんな形をしてます。まあ、皆さんから見ると矢印が同じ方向を向いてますが、真上から見るとこういう状態です。この形が矢印に見えるとは何とも思えないですよね。わかりますか。こういう状態になってます。この凹凸がこれわかりますかね。緻密に計算されていて、ある一定の方向から見るとこう矢印に見えるんです。これすごくないですか。完全にこれ矢印ですよね。ただこう見るとなんかこうダイヤのような形をしてますが、この角度から見ると矢印に見えるという、もう大変不思議な、本当に考えられないような立体です。さあこの矢印は、セオマジックというマジックショップで販売されていますので、もし欲しい方は下の説明欄に URL を貼っておきますので行ってみてください。変身立体にはまだまだいろんな形があります。次はこちらの映像をご覧ください。さあここに四角の中に丸が4つあります。さあ奥の鏡を見てみましょう。なんと丸が分裂しています。よく見ると手前の丸が鏡の中ではダイヤのような形になり、手前のダイヤのような形は鏡の中では丸になっています。では反転させてみましょう。鏡の中と現実が入れ替わりました。もう一度、不思議なオブジェです。いやーこれも不可解な立体でしたね。角がある立体が鏡に映すとこう角がなくなって見えるというのはもう本当にすごいと思います。これはかなり複雑な立体でしたが、この基本にあるのが丸が四角になるというものです。実はこれはアクセサリーにもなっていて、指輪に応用されています。チェーンを通して首から下げると自分の右側から見ている人と左側から見ている人で、違う形を見ているなんてこともありえますから、もうこれはマジシャンとしてはいろいろ演出を考えちゃいますよね。本当マジシャン心をくすぐられます。ではそちらのアクセサリー映像をご覧いただきましょう。この指輪はクラウドファンディングで作られたトランスモティーフという商品です。ではどうぞ。さあここに指輪があります。この指輪をよく見ててください。振ってあげると四角になります。鏡に映すと鏡の中は丸いままです。回転させると入れ替わりました。不思議な指輪です。はい、これはかなり細い指輪でしたが、しっ
かりと錯覚が起きてましたね。さらにタイのマジシャンパトリック君が商品化したアンビリングという商品がありまして、こちらは今ご紹介した指輪よりも幅が分厚くできてます。ちょっとご覧いただきましょう。さあ、ここに指輪があります。この指輪をよく見てください。この指輪を振ると四角に変わります。もう一度振ると丸に戻ります。では鏡の中はどうなっているでしょう。現実は丸い形ですが、鏡の中の世界は四角になっています。入れ替えてみましょう。不思議な錯覚が起きています。はい、こちらは指輪とチェーンが一緒にセットになった商品になってます。単純に指輪を裏返すだけだとマジックにはなりませんが、マジシャンなら丸から四角へこう変化したように見せるのは簡単だと思います。この2つのアクセサリーの購入先も下の説明欄に書いておきますので、ぜひ興味のある方は行ってみてください。次にいよいよ鏡の中の真実をリアルマジックでご覧いただきたいと思います。使うのはこのサイコロです。今皆さんがご覧になっているのは現実世界のリアルなサイコロです。これが鏡の中の世界ではどう変化するのか注意してご覧ください。さあ、ここにサイコロがあります。そして奥には鏡があります。この鏡の中の世界は現実とは違います。ご覧ください。鏡の中の世界は現実と違っています。見てください。鏡の中のサイコロの色が白になっています。では鏡の中の世界と現実を入れ替えてみましょう。これで入れ替わりました。今度は現実の世界が白いサイコロ、鏡の中のサイコロには色がついています。このまま現実の世界に持ってくると現実のサイコロの色は白です。再び鏡の上に持っていきましょう。間違いなく鏡の中には色がついています。不思議な光景です。ではまた元に戻してみましょう。これで元に戻りました。このまま鏡の外に出せば現実のサイコロに戻ります。さあ、いかがだったでしょうか。これは変身立体ではありませんが、マジックの世界でも鏡というのは神秘的なストーリーを作れるので、使われることはよくあります。映画などでも現実世界の自分と鏡の中の世界の自分が違う方向をこう向いていたり、別な人格の自分が鏡の中にいるみたいな演出はよく取り上げられますよね。鏡の中の世界というのは人間が本能的に興味があったり恐怖を覚えたり神秘的に感じる題材なんだ。こういう本能に訴えるマジックというのはとても印象に残ります。もう一つ、以前研究したマジックの映像もご覧いただきましょう。これは鏡の中の携帯電話が現実と違っているというものです。ではご覧ください。これは携帯電話です。そして鏡の向こうにも同じ携帯電話が映っています。この携帯電話、実は10分前に電源が落ちてしまって大切な資料を今すぐ見たいんですが見れません。そんな時の対処法を教えます。鏡越しに眺めながら電源を押します。そうするとなぜか鏡の中だけ電源が入ります。もう一度、ではこのまま開いてみましょう。パスコードを打つことができます。これで開けました。ぜひ皆さんもやってみてください。さあ、いかがだったでしょうか。これはまだ研究途中なので原理については詳しくお話しできませんが、まだまだ発展させてどこかで発表するつもりです。ぜひ楽しみにしててください。さあ、このように鏡の中で違うものが映るというテーマはマジックを作る上でとても面白い題材ですので、私も鏡を使ったマジックをいろいろと模索してます。実は私の商品で日川さんというマジシャンと共同で作ったワンダーミラーという、まあ、同じテーマのマジックがあるんですが、これについてはまた別な動画でぜひ紹介したいと思いますので、そちらも楽しみにしててください。さあ、皆さん長らくお待たせいたしました。この動画の最初にご紹介したこの矢印と私のリアルマジックを掛け合わせたマジック映像です。これは今回初挑戦初出し映像です。さあ、皆さん思い出してください。この矢印は鏡に映すと
逆を向く矢印です。その大前提を頭に入れておいてください。さらに不思議なことが起こります。ではご覧いただきましょう。どうぞ。さあ、ここにトランプと矢印があります。矢印はダイヤの7を指しています。回転させてもまたダイヤの7を指しています。もう一度、矢印はなぜかダイヤの7を向いています。ではここで鏡の中の世界はどうなっているでしょう。皆さん想像してみてください。矢印は逆さまになっていることはもうお分かりですね。ではトランプはどうなっているでしょう。この矢印は必ずダイヤの7を指しています。お分かりですか。ではご覧いただきましょう。ここにあるのは間違いなく鏡です。私の手がちゃんと映ってますね。現実の世界と鏡の中ではカードも変わってしまうことがあるんです。反転させてみましょう。やはりダイヤの7を指しています。この矢印は必ずダイヤの7を指す矢印のようです。さあ、いかがだったでしょうか。矢印の方向には必ずダイヤの7がありました。ということは鏡の中もカードが入れ替わってましたよね。あれは間違いなくリアルな本物の鏡です。私の手も映ってました。特殊撮影やガラスの板を置いて向こう側にもう一人いるわけではございません。リアルに鏡に映ったそのままの姿なんです。さあ、というわけで今回は鏡の中の真実というテーマでお話ししてきました。この題材はマジックと組み合わせて新しい現象を作るのに適したものだと思いますので、今後も考え続けていきたいと思います。杉原先生の変身立体をもっと見たいという方はぜひ先生の研究ページに行ってみてください。信じられないような変身をする立体がたくさん載ってますので、説明欄に貼っておきます。ぜひご覧ください。それからこの変身立体がたくさん付録で付いているような本なんかもあります。これは鏡を置いて実際に自分で試してみることができますので、すごく楽しいです。興味ある方はそれも説明欄に貼っておきますので、よかったら買ってみてください。今後もこの鏡に関するマジック、鏡に関わるマジックをいろいろ研究していきたいと思いますので、もし鏡でこんなことできないみたいな提案がありましたら、ぜひコメント欄にどんどん書いてください。もしそれが実現できたら、ぜひこのチャンネルでまたご紹介したいと思います。その他にもこんな企画やってほしいとか、こんなリアルマジック見たいとかいうのも、もう遠慮なくどんどんコメント欄に書いてください。ぜひよろしくお願いします。さあ、本日も最後までご視聴ありがとうございます。さあ、もし面白かったな、楽しかったな、不思議だったな、役に立ったなと少しでも思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いいたします。さあ、それではりょうたのネタ帳まだまだたくさんありますので、どんどん紹介していきたいと思います。またお会いしましょう。